ロングアイランドアイスティーはウォッカベースのカクテル。紅茶を一滴も使わずに、見た目及び味を紅茶に近づけた点が特徴のロングドリンクである。ウォッカの他にもジン、テキーラなどを使用する。飲みやすくアルコールの強さを感じさせないが、実際はかなりアルコール度数が高い。このため、レディキュラーカクテルという異名を持つ。1970年代に、 アメリカ・ニューヨーク州東部のロングアイランドで誕生したため、この名が付けられた。オークビーチーンのバーテンダーだったロバート・バッツが考案したと言われている。一方で、テネシー州の同盟の町から名付けられたという説もある。基本的に強いカクテルの部類に入るため、飲む人によって種類の分量を調節すると良い。また、テキーラはやや癖が強いので使わないで作ることも多い。 グランマルニエがなければホワイトキュラソーでも良い。コーラを入れすぎると紅茶のような味がしなくなるので注意する。良質のバーでは先に材料をシェーカーで合わせてからグラスに注ぎコーラで満たす。溶けにくい糖類や柑橘類を強いアルコールにしっかり溶かしコーラのガスが飛ばないようにステアすることでより飲みやすいドリンクを提供している。ありがとうございます。